ドルーシャウトによるウィリアム・シェイクスピアを描いた有名な肖像画マーティン・ドルーシャウトはイングランドのフランドル系版画家。1623年のウィリアム・シェイクスピアの作品集ファースト・ホリオのタイトル肖像画を作ったことで知られる。マーティン・ドルーシャウトなる人物は二人いたことから正確な身元は明らかではない。伝統的には超マーティン・ドルーシャウトが版画家と考えられていたが、 近年の研究では、彼のお時代、マーティン・ドルー・シャウトであるとする説が有力となった。ほとんどの資料は、版画家は、ブリュッセルからの移民ミヘール・ドルー・シャウトの息子、ショー・マーティン・ドルー・シャウトだったと述べている。誕生日と出身地を除き、ショー・マーティンについて確かなことは知られていないが、父が版画家であったため、それを継いで、シェイクスピアの肖像を彫ったと考えられる。驚くべきことに、 シェイクスピアの死亡時にドルー・シャウトはまだ15歳であったが、そのシェイクスピアの肖像画はベン・ジョンソンに生き写しと言わせた。彼が本当にシェイクスピアに会っていたとしても、作品は記憶からではなく失われたシェイクスピアの絵から作られたと考えられる。この肖像画が作られたのはショードルー・シャウトがわずか22歳という非常に若い頃の作品である。 しかしながら、メアリー・エドモンズによる、ドルーシャウト系の調査により、ショー・マーティン・ドルーシャウトのお時代、マーティン・ドルーシャウトの情報が明らかになった。ダイ・ドルーシャウトは、ペインター・スティナー、S ・カンパニーの一員で、彼も版画家であった可能性が示された。エドモンズの著書によると、エドモンズは、またダイ・ドルーシャウトが、肖像画家、マークス・ヘラートと関係を持っていたことを指摘し、 エラートによるシェイクスピアの肖像画がかつて存在した証拠を示し、ドルー・シャウトの版画はその失われた肖像画からではないかと推測した。メアリー・エドモンズ、イット・アズ・フォー・ジェントル・シェイクスピア・カット、シェイクスピア・クオータリー42.3、P343、ありがとうございます。